ングなども遅れないそうですということで、今回はですね3時豆シングルミーグリ3時完売表ミーグリ完売表を見ていきたいなと思います。この3時豆シングル今日ね第4時から6時までの受付が決定して、4時に関してはもう今日からすでにね受付始まってるよということで、4時開始時点で3時抽選結果時点でどれくらいね完売で出るのか見ていきたいと思います。はい、ということで3時抽選結果時点での3時豆シングルミーグリ完売表こんな感じになっています。まずはこの3時抽選結果時点1時2時で完売したのも含めてもう全て完売してるメンバーが、3期生でいうと梅ちゃん、久保ちゃん、水木、与田ちゃん、そして4期生でいうとさくちゃん、かっきー、まゆたんですね、そして5期生でいうとなぎちゃん、さつきちゃんと、この3時抽選結果で新たに全て完売したのがまゆたんとさつきちゃんということで、このメンバー以外はね2時の段階でも全て完売してたんで、この2人が今回3時抽選結果で新たに全てで完売しましたよということでおめでとうございます。まゆたんももうさすがですよね。でさつきちゃんに関しても5期生はねそのちょっと少ないですけど部数が、それで言うと3期生の、ね、4人も、少ないっていうのはあるんですけど、やっぱりね5期生の中ではなぎちゃんとさつきちゃんっていうのが人気がすごいなっていう感じがみぐりからもわかるかなと思います。完売出たメンバー増えたメンバーで言うとマーヤがね一つまた完売が出たりとか、でも3期生で言うとレンタンが出ましたね。レンタンが3時で7つ完売に30分の8とおいう感じになっていて、あとはたまちゃんもね2つ完売が出まして30分の2という感じになっていて、あとはでんちゃんも5個、でんちゃんに関してはね初日ですよね。レンタンもですけど、でんちゃんとれんちゃんに関しては初日、完売すべて完売という形になりました。で葉月も1つね完売が出てて30分の1という感じですかね。そして4期生でいうと4期生がすごくてですね、さあちゃんとやんちゃんとゆなちゃんとゆみきちゃんに関してはもうかなり、完売が出てるので、この4人に関しては次の4時今ね受付やってる4時でもう全完売全て完売っていうのもね可能性が高いんじゃないかなと思います。特にゆみきちゃんなんかめちゃめちゃすごいですよね。30分の20完売が出てるよということで、このゆみきちゃんのね勢いっていうのもめちゃめちゃすごいなと、あとは完売出てるメンバーで言うとりかちゃんも2つ完売が出てたりとか、またれいちゃんが3つ、あやめんが2つ、完売が今回3時で出ていますよと。そして5期生ですね、5期生もかなりすごくて、よきちゃん、てるさぱん、みっく、みっくに関してはもうあと1つという感じ、残り1つという感じになってますけど、でさくたん、なおなお、この5人に関してはもうねかなり少なくなってきてる、残り少なくなってきてるので、次でね全完売全て完売になるんじゃないかなといったところと、あとはあやちゃんがね、今回5個完売が出ている24分の5という感じになってたりとか、アルノちゃんも4つ、初日がね全て完売となりましたよと。あやちゃんもね全て初日は全て完売ですけども、っていった感じですかね。特にイオキちゃん、テレスはミックがこの3時でぐんと、完売出たなっていう感じですね。はい、ということで今回は3時豆シングル3時抽選結果時点での完売表を見ていったんですけども、どんどんでも完売も出てきて、次で結構もう全て完売ってなるメンバーが多いんじゃないかなと思うので、ぜひね皆さん今4時受付やってるんで明日の14時までだったと思うので、後悔しないようにね応募しちゃってくださいということで、今回これで終わりたいと思います。ぜひこの動画少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter と Instagram もやってるんで概要欄からフォローできるんで、そっちのフォローもしてくれたら嬉しいです。バイバイ。